富山市ガラス美術館富山市ガラス美術館は富山県富山市西町にある公立美術館である日本博物館協会全国美術館会議富山県博物館協会会員富山の売役で知られる製薬産業の歴史を持つ富山市では明治以降薬のガラス瓶工場が相次ぎ創業した太平洋戦争後に廃れたガラス産業を再興しようと 富山市は1985年9月に富山市民大学ガラス工芸コースを開設した。1991年4月には全国唯一の公立ガラス作家養成専門機関として西金谷、古沢地区に富山市立富山ガラス造形研究所を開設。1994年4月には富山ガラス工房を整備した。2001年には ガラス美術館基本構想を策定し、後に、富山市ガラスのまちづくりプランとして再構築した。展示施設としては、2005年3月には、大手モールの富山市民プラザ2階に、富山グラスアートギャラリーを開設、さらに、松川ベルや市内中心部の道路脇などに、県内外のガラス作家の作品を展示してきた。2008年2月には、ガラス美術館懇談会が、 建設地として、中心市街地を提言し、2010年には、富山市が、富山大和の跡地へのガラス美術館建設を、固めている。ガラスの町と山を目指した街づくりの集大成として、2015年8月22日に、富山きらりうちに、富山市ガラス美術館が開館した。2016年1月29日には来館者数10万人を、達成。 2020年11月9日には来館者数百万人を達成した。2015年8月22日から11月8日までは開館記念の企画展として、1960年代のアメリカ合衆国で起こったスタジオグラス運動を紹介するアイガットグラスアイガットライフ情熱の現代ガラス芸術が開催された。 11月21日から2016年1月31日には、藤田京平の芸術、現代としての伝統と、ハワード・ベントレマイナス存在の痕跡を同時開催。藤田は、富山ガラス造形研究所の設立に携わった人物である。ベントレは、日本初古典となった。4月16日から7月3日には、富山市が主催する現代ガラス大商店。 出品作家に焦点を当てた、フィーリング・イン・グラスから感じ取る形を開催。7月16日から9月25日には、岩タルリ店と、ベンジャミン・イードルスキャシー・エリオット店を同時開催し、10月15日から2017年2月5日までは、スタニスラフ・リベンスキーヤロスラバ・ブリフトバ店を開催した。ガラス美術館は、 富山キラリ2階から6階のフロア南側にある。フロア中央部の吹き抜けを挟み、フロア北側には、富山市立図書館本館が入居している。常設展示として、コレクション展、グラス、アートパサージュ、グラス、アートガーデンがある。コレクション展は、富山市所蔵の日本を代表する、ガラス作家である、藤田京平や、ハワードベントレ、 戸賀シ子などの現代ガラス作家の作品を4回展示室、読んで展示する。作品は定期的に展示替えする。グラスアートパサージュは展示室の壁面など、富山キラリ館内2階から4階に、富山ゆかりの作家の作品をおよそ50点を展示している。観覧料は無料である。6階には、ガラス美術館のシンボルとなる、グラスアートガーデンがあり。 アメリカの現代が争美術作家の巨匠でエル・チフーリの工房、チフーリスタジオに富山市が制作依頼をし、本人並びにスタッフが来日して手がけたインスタレーションを常設展示している。なおこちらは非営利目的であれば写真撮影が認められている。グラスアートパサージュ2018年よりトリエンナーレ方式で3年に1度開催される。 予定の現代ガラスコンペティションで世界各国より公募したガラス作品を審査表彰し展示する。第1回となる2018年の公募は2017年9月1日より翌年3月までで審査は国内外の11人の審査員により一次審査の4月26日に50点に絞り二次審査は6月30日と7月1日に行い入賞。 入選を決める。選ばれた作品は当美術館にて9月15日から11月25日にかけて作品展が開催される。なお、賞金総額は500万円である。ありがとうございます。